はい、お父さんのね、あのね、音楽魂に火をつけるって感じですよね。ありがたいですね。3分動けるってことは、次の日ね、動きやすいんで。いや、もう本当にもう大きい声で言ってください。今回の週末ビフォーアフターは、あの段ボールだらけのお部屋を大改造したお家にまたお邪魔して抜き打ちチェックに行ってきました。家族の行動がどう変わったか、どうぞご覧ください。抜き打ちチェックスタート。どうもこんにちは。母ちゃんは大好きなテレビを座る場でもなくご飯作りながら
ら YouTube も見ていただけて、はい、そうね、 YouTube もテレビも一緒に、週末美容アフターのチャンネル登録だけよろしくお願いします。はい、あら、でも本当、え、何これ、このあのヨガマットは誰が使ってるんですか。子供です。あ、子供、なんか筋トレやってるらしい。筋トレ。ここはお父さんのお父さんのラインだから物置くなっつってんのに、なんて人ってならスペースができるのね。なんかしたくなっちゃうんでしょうね。横取りされてるんですね。そう、だからお父さんのね、ここにあったギターもね、なんならしまわれちゃったってことですよね。はい、なるほど、いいですか、見ますよ。はい、あ、すごい、普通に入るんだ、ね、全部入ってたんですよ。本当だ。いやいや、ちゃんと生かしていただいてありがとうございます。あ、ここのね、ギターもね、はい、この後ろにも結構あるんですよ、皆さん。はい、隠し持ってたギター、そのギターが子供部屋にもあったし、物置き場にもあったし、まあいろんなところに刺さってたんですよね、奥の方にね。それを全部ね、10本ぐらいあったやつをここに、はい、集めたらこんなにあんのかよ。そうそうそう、ね、隠し持ってた。男ってね、やっぱりね、やましいとね、隠すんですよ。どのね、収納の中にも洋服の後ろにギターが隠れてる。全部ね、探しましたよ、お母さん。ありがとうございます。オーディオはね、かけやすくなったんですよ。どこどこどこ、どれどれどれ、はい、ここの電源をまず入れないといけないですね。はい、で、まあ、そのまま歩いていって、こっちであの、はい、ディスクを入れたりするんですけど、はい、それがここのエリアがね、すっきり歩けるので、そんなのがあったので、はいはいはい、なんかここら辺ね、そしてレゴとかおもちゃが散乱してたので、はいはい、ズズズとかレゴ踏みながらやったのが、はい、サクッといけるんです。なるほど、はい、このラインも、はい、実はお父さんにとってはすごく重要なラインになったってことですね。そうですね、これ朝サクッといけちゃったりするんですけど、はい、音色よく聞きたかったし、引っ張ってきたりもするから、はい、ありがたいラインではあります。なるほど、そこそこの、ね、後ろに CD ありますけど、はいはい、そこはどうですか、今まではあの、そうですね、はい、のれんの向こうにあった CD が、こうやってよく読みながら探すのが楽ですね。展示がそう全部してありましたよね。最近は持って貼ってないけど、はいはいはい、展示が貼ってあるんですけど、あ、なるほど、こうやって、はい、探すのが楽ですね。あ、なるほど、そうやって、はい、探すんだ。一応、はい、そうなんで、これはいいラインですね。うん、ああ、よかったね。大切な CD もね、しっかり耐震ね、対策してありますからね。わ、もう全然、全然もう、びくともしない。バサッとならない。はい、安心。まさかね、このね、L 字のラインが、はい、お父さんのね、あの、ね、音楽、魂に火をつけるって感じですよね。サッと動けるってことは、次のね、はあ、運動に動きやすいんで、いや、もう本当にもう大きい声で言ってください。いや、嬉しいな、ね、そっか、そうですよ。はい、いや、でも私、本当気になってたのは、はいはい、結構物の場所変えちゃったじゃないですか。はいはいはい、はい、それ大丈夫でした。でもね、うん、これ僕何回も引っ越しを経験してるから、もう覚えちゃえばね、何のことないんで。そうなんです、ね、もう3日4日で、はい、最初あれどこだったって探しはしますけど、はい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 、それをこう覚えちゃえば、あの、全然あのすぐできちゃうんですね。じゃあもう今はもう、今はもう普通の生活に、ね、はい、なっていて、はいはい、場所がどこにあるかって探して回ることは、はい、もう1ヶ月経ってるからない。なるほど、すごい、はい、なんなら寮母の方が分かってなかったりする感じですね。それでいて探すこともなくなり、なんなら動きやすくなったから、はい、生活は、ね、行動がしやすいですよ、はい、行動がしやすい、はいはい、ありがとうございます。欲しいワードを言っていただいて、ありがとうございます、ね、その後ろにある奥さんのためのそこは完全にママのスペースですよね。そう、私の部屋のような、私の部屋、はい、私今回の中でここが一番大好きなんです。イエーイ、星も見える家事室、星もママにみたいに。なるほど、いや、そうだ、え、じゃあもうそこで洗濯も干して、もう干して畳んで、はあはあ、で、あとアイロンがかけられるようにということで、そこの下で
かけてたアイロンが。あ、床でかけてたの？床でかけてたんですよ。床好きだね。それがこのここがアイロン台になるので、ものすごい、もうこの素晴らしい景色を見ながら、景色見ながらあっちってやったり、あっちってやったり、またうまいな。そうだね。今まではね、子供がのれんのようにね、この中を行ったり来たりしてましたけれども、でものれんも奥にしていただいたので、なるほど、のれんシステムじゃなくなりました。のれんシステム解消できた。そういえばこの家にのれんシステムどこにもなくなりましたね。ないんですよ。ないですよね。ね、もうそこにのれんをくぐらずにスムーズに入って洗濯物も干せるし。そうなんです。ね、このね、のれんで隠していた大事な宝物もものすごい奥地にね、仕入れられてたやつがこのように、この家の象徴になって。お父さん、はいはい、あの施術部屋、はいはいはい、じゃあぜひ、はい、見てもらいましょう。ね、なんかすごい、はい、私見てないんで見たいです。見させてください。はい、ぜひぜひ。おお、すごい。これが噂の施術。うん、なんですよ。ああ、なるほどね。ね、ここ全然、はい、できますね。これだったら全然できちゃうんですよね。このスペースができちゃいました。え、私寝てもいいですか？そう、おー、すごい。ああ、あー、なんかここに寝てるだけでもなんか癒される気がする。これできちゃうんですよ。あの、はい、段ボールの部屋から、ね、このスペース、人一人が寝れるっていう、すごいですよね。だってこれいつも閉じて、はい、普段はここに寝てるんですよね。そうなんです。ここに、はい、セミダブルのマットを置いて寝てて、はい、はい、なのでこれをそれをどけると、うん、折りたたみベッドをここに出せちゃう。すごっ。もうあの段ボールの部屋が全然思い出せない。思い出せない。すごいじゃないですか。これはありがたいですよ。これはあと15年はないだろうなと。そうですよね。お父さん将来的にはみたいな、ね、そんなイメージでしたけど、未来のことばっかり言ってましたけど、いや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 、今今日すぐやろうよって言ってね、この間ねやったんですもん ね、 もうこれで腕も劣らないで済みますね。そうですよ。だってね、近所のお世話になった人たちにもね、やりたいってわけですよね。私にやるみたいな。あ、なるほど。本当ですよね。あれ、でもなんかこのソファ、なんかおもちゃとかぬいぐるみとか置いてありますけど、ここはまさか、なんかね、子供が、まあ、ここで寝たりもするから、はい、子供部屋としてもね、使っちゃってる時があって、子供部屋隣に作ったじゃないですか。なんか侵食してきましたね。お父さん、ここで音楽聴いて詳細なんて言ってたじゃないですか。それはね、さっきの筋トレ、はい、筋トレのところと一緒に侵食してきてて、はい、ね。まあね、普段お父さんが仕事でいないから、もう子供がここのもう家中をもう自分のワールドにしちゃってって感じですね。そうですね。まさかここ寝てないでしょうね、子供たち。子供寝てるんですか。ここで二人仲良く寝るようになって、私たちが今二段ベッド。どっちが兄弟なのよ。夫婦は二人で寝ましょうよ。いやいやいや、じゃないよ。いや、面白いね。そんなことがあったんだ。いや、じゃあもう子供大喜びじゃないですか。記録使ってますよね。ね、本当に。だってまずここはだってね、立ち入り禁止って書いてありましたね。それはないか。でも本当にあまり入らない方が、あの主人が、あの、どこに何があるか分かんなくなっちゃうから、あ、そっか、そう、触らないでほしいエリアだったので、そっか、それが丸ごとリビングの方に行ったので、ここはフリースペースみたいになっちゃったの。そう、子供がいいスペースやっぱり、あ、いろいろ歩けるスペースがやっぱ増えたっていうのがやっぱいいところだったと思う、うん、なるほど。もっと早くやらなきゃダメだったじゃないですか。気づかなかった。遅いよ。お父さん、はいはい、この机、これを袖作りですね、うん、はいはい、これいいでしょ。これ意外に僕の健康に良かったですね、うん、健康に良かった。あれね、今までは
携帯を床にね充電してたと思うんだけど、はいはい、この位置になるだけで、そうですね、はい、立って作業できて、それであのアンジーを、はい、僕帰ってきたら、はい、その玄関でまた上がらないように、はい、足後で足拭きに行くから待たせてるんですけど、そうだよね、はいはいはい、わざわざ座り込まなくてもここにカバン置いて携帯置いて、でそれから足拭きに行けるっていう、なるほど、この高さ1個だけでも全然変わったでしょ、それは大きいですね、本当に。いやいやいや、最後にこのお父さんに歌ってもらうことをねお願いしましたので、そちらの模様とともにこの家の家族の暮らしぶりを皆さんご覧ください。凍てつく大地で悔しい涙が凍りそうになった人も、いくつものドラマを背負い、この場所に君は立っている。それがリアルビクトリー、倒れても起き上がれる熱い想い胸に抱いて、をさあ燃やせ僕のハート、そうさそれが
一人今回の週末ビフォーアフターいかがだったでしょうか。はい、盲目のシンガーソングライター栗山亮太さんのお宅だったんですけれども、私もね、本当にいろんなチャレンジがあって、いろんな気づきもね、与えていただいた本当に貴重な経験をさせていただいて感謝しているんですけれども、これからもですね、どんな家にも、私なりのね、提案ができるように頑張ってまいりますので、これからも応援よろしくお願いいたします。ということで、来週は打って変わって二人暮らしの素敵なお家にお邪魔していますので、皆さんどうぞお楽しみに。それではまた来週、さよなら。終わった。よかったらチャンネル登録お願いします。いいね、コメントもお待ちしてます。